ファルコン900脱走ファルコン900はフランスの脱走者が生産、販売している脱走ファルコンシリーズのビジネスジェット機である。ファルコン50の拡大、改良型で3発エンジン機である。ファルコン50より胴体系を増し、最大乗客数を19名と大幅に増加させている。それに伴い主翼の拡大、エンジンの乾燥が施されたことで、航続距離も伸びている。 エンジンの配置など、機体の基本構造は変わらず、胴体ビブにジェットエンジン3発を集中して装備し、24度30分の交体角を持つ交体翼の主翼を低翼配置している、マッハ0.84の高速巡航が可能。1983年のパリエア賞で開発がアナウンスされ、1984年9月21日に初飛行した改良型として、 主にエンジンを強化した派生型も複数開発された。総生産数は260機以上、VIP 輸送機としての用途が多いが、1989年に日本の海上保安庁がレーダー装備系を捜索、救難用に2機購入している。その後もエンジン乾燥やアビオニクスの近代化といった改良が施され、現在でも最新型のファルコン 900LX が、 販売中である。また、さらなる発展型として、ファルコン 7X が開発されている。ファルコン900初期型、トフ731から 5AR-1C エンジン搭載。ファルコン 900MSA 日本の海上保安庁向け、洋上創作機。ファルコン900バイトトフ731から5、BR-1C エンジン搭載。1991年生産開始。 ファルコン 900EX 航続距離 8340km の長距離型グラスコックピットを採用しトフ731から60エンジン搭載1996年引き渡し開始ファルコン 900C900 900バイトのアビオニクス改良型2000年引き渡し開始ファルコン900デラックス中距離型トフ731から60エンジン搭載 ファルコン 900LX900EX に、ウィングレットを装備し、航続距離を 8800km に延長した方、アラブ首長国連邦オーストラリアベルギーボリビアドイツ、アルジェリアスペインフランスガボンギリシャイタリア日本、マレーシアマラウイナミビアナイジェリアロシアシリアベネズエラ、南アフリカ共和国、ガメラ大海獣空中決戦海上保安庁所属機、ロージ570オータカ1号が登場。 冒頭にて、架空のプルトニウム輸送船、海流丸が座礁したことを受け、特殊救難隊を現場まで輸送する。ありがとうございます。